いやー、やっつけたけど燃え死んだ。あ、空中に浮いてるボコブリン。なんかこれどこからになるかわからんけん怖いよね。お、雨降りよるし。何、天気雨？ん？なんかもうすでにあんなところでハテナってなっとんやけど。早くね。見つけたの？その距離から私のこと見つけた？え、でかくね？え？待って待って待って、馬に乗ってるんすけど。どういう状態？ちょっと待って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 。え、逃げんなし。おい、逃げんなし。え、待って、なんか馬は攻撃したくないんだけど。とか言ってたら、引き殺されそう。こいつは相手にしない方がいいかもしれない、まだ。ちょっと待ってね。さあ、食え、早く。回復した？まだか。こいつはちょっとやめておこう。なるほどね。なんかめっちゃでかいの来たと思ったら。何？ちょ。なんだよ、あいつ。てか、回復できるものも結構少ないんだけど。くそ、回復に使いすぎ、キースの目玉は食べれねえ。キースの目玉はさすがに食べれねえぞ。鎧だけ。ちょ、待って、ここから逃げるしかないよね。でもあれ、下の方にさ、もう一匹いなかった。いるんだよ。ああ、馬に引き殺され、馬に引き殺された。何、あいつらも見張りのうちの一人っすか。とりあえず、目的地に向かおう。目的地に向かおう。そしてちょっと待って。これじゃねえ。とりあえず強い武器を持っておこうかな。あー、来てるっぽい気が。来てますよね。はいはいはい。いや、でもわざわざこっちから向かっていかないよ。何あれ、ダチョウじゃね？あー、動きが鈍い。くっそ動きが鈍い。何その馬の模様、可愛いんですけど。あ、引き殺されるって。待って、回復したいです。あ、この辺のアイテムは復活するんやね。なるほど。とりあえず、目的地に向かいます、やっぱり。溺れるんかい。溺れるんかい。あ、これ。ちょ、待って。これ、ビタロックじゃなくて。ちょ、おい。待てよ。もしかしてこれまだ山越えれてないってこと？かな？ぽい？なるほど。超えれてないということかな。ということは、あの辺の崖を登っていくのがいいのか。あの辺の崖行けるかな。てか、あれ何？塔？何気に気になったんだけど、あれ塔？あっちの方向に行ったら、馬に乗ったボコブリンたちにボコボコにやられるってことが分かったから。とりあえずちょっと違う方向から攻めていこう。あ、この辺の崖なら登っていける。あ、でも、いけるのか？てか多分あのボコブリンたちやっつけたらさ、馬奪えるんだろうな。って思うんやけど。難しそうよね。普通に難しそうよね。やっぱこっちの方、移動範囲が広くなったら、その分敵が強いな。ねえ、特殊な敵が多いよ。この辺までなら登れるかな？落ちるかな？いや、行けると信じて、向かおう。もしかして山の上にあるんかな？その村は。かかりこ村。行ける？あ、行ける。うん、多分行ける。かかりこ村ってさ、なんか、コッコとかいっぱいおらんかったっけ？
かおったよね。なんか動物、自然がいっぱいあった気がするんやけど。何あの黒いの。なんでもないか模様かな。かかりこ村ってさ、確かなんか街中に、コッコがいっぱい走り回りよったっていうイメージがあるんよね。うおー、チュチュたち出たー。さあ来いよ。君らはもう全然、何いろんな方向から来た。なんだいろんな方向から来たぞ。てか、チュチュたちさ、なんか地面から生えてくるんよね。どこから来るかわからんっていうのはちょっと嫌やな。嫌やな。普通の感想やけど。ここは普通に行けるね。なんか目的地から離れていっとるような気がするけど、あっちの方向だな。何あの辺にあるのかもしや。とりあえず一旦ここ登って、一旦上まで行って、あ、やばいやばいやばい。ここでも結構ギリギリか。え、行けた。行けたはいいんやけど。うわぁ、すげえ、まがまがしい。こっちの方向に行かんといかんのかな。はい、横移動、横移動。なんかね、横移動したら結構遅いんよね。いや、縦移動とそんな変わらんのかな。だからなんか気分的に横移動超遅く感じる。とりあえずこの辺のキノコとか拾っていこう。ゴーゴーだけ。ここ降りれるかな。あ、降りれた降りれた。あー怖い。あー怖い。ん?なんか雪が降り始めた。雪?いや、雪じゃないんか?よし、ここもとりあえず。横に横に。この辺下、ないよね。怖い怖い。横移動、横移動。多分確実に近づいていっているはず。よいしょよいしょ。怖い怖い。いや、もう降りていいよ。この辺また草が生い茂る場所に。なんかその辺から、チュチュが飛び出してきそうな予感が。何あれ、フラミンゴ?でも鶏肉が取れるだけな気がするな。あ!一発でいけたわ。鶏肉っすか。だね。いや、まあでも食材だから。で、打った木の矢は回収。え?何あれ?え?何あれ?関わりたくない。関わりたくない。いや、弓じゃない、弓じゃない。とりあえず強いのセットしておいて。でもこれ強いんだけどさ、遅いよね。あ、発見された、発見された、発見されたって。怖っ。ちょ待って、パラセール、パラセール。はぁ。怖っ。でも多分あっこ村の入り口じゃない?あっこに橋が。あの橋は?渡ってきた橋?渡ってきた橋かな?なんか普通にそんな気がするな。あー、せっかくあっこまで行ったのに。とりあえずもう一回。何今の影?鳥?鳥ですか?あっこたどり着けるの?方向的にはこっち。これ上に登ったら速攻でガーディアンおったりするんやないん。てかあれガーディアン?でかくね?あんなもんやったっけ?あんな感じやったっけ?とりあえず飛び降りて爆死ってことはなくなったけど、飛び降りてチーンってことはなくなったけど、どれあれか?ですよね。いけ
けいけいけ、あたしゴーゴー、あたしいや一発一発くそ、あれで気づかれてなければ多分あっこじゃない、村のガーディアンじゃねえのかよ、村ガードしろよ。あ、村ガードしてんのかもしや、私が来るのを。ここから、まさかのここから、いやこれならまださ、こっちやっつけた方がいいんじゃね、こっちやっつけて別の方向からさ行くのがいいんじゃね。さあ来いよ来いよ、はい、ちょ、その燃やすのやめよ、燃やすのやめよって、かっこいいなおい。とりあえずあれだな、あいつがさ木の棒を火につける前にやっつけてしまわんとあかんのよない?もしやもうつけてんのか?青いやつやったよね。こいつか?こいつか?はっ。あいつだ。いやー、やっつけたけど燃え死んだ。あ、空中に浮いてるボコブリン。あいつか、あいつが、魚焼いてる棒を取ってるんだな。じゃあ、とりあえず最初こっち。最初こいつ単体をちょっとやっつけて。さあ、来いよ、ほら。こっちだぞ。はい、こいつ一人やっつけました。あ、遊び出した遊び出した。ここからなんよね。さあここからどうするか、後ろから行くのがいいんよね多分。お、たたたたたっと回って、ふざけんな、速攻でだなおい。あー、くそー、何、今度は何でやられたの私。せっかくあいつやっつけたのに今度何でやられた、樽投げられた。いやでも行くしか、とりあえずこっちの一匹を先に粉砕すること。さあ来い、こっちこっち、でででで、はい、そして君らあそこでまた宴会を始めなさい。あの見張りに気づかれちゃいかんのよね。一応これをセットしときつつの、あいつも炎の武器を手に取っている。あれかな、これで、お、しばらくしたら消える。なるほど、そういう感じ。なんか今その辺にひまわりではないのか。あー、あの辺にもなんかいるわ。これ見てたらダメなのかな、見んかったら気づかれんとかそういうことでもないんかな。わからね。ミスった。あ、でもこっちにおびき寄せてから、やっつけるんだったら別に。
やでも炎の持ってるわ。ここから動けねえ私。あの樽を投げられたんやなきっと。くっそ、いやもう向かっていくしかねえ。くそ、あれが爆発するんだ。爆発、なんかほら、あーくそー、まだいたのかやっつけたと思ったんやけどな。ってことはあの見張り台の上の、あいつを先にやっつけて見張り台の上に上がってしまえばまだ大丈夫なんかな。はっ、ここの上に上がってしまえばさ、まだほらほらほら、うわこんなにおったん。おいこら、落としてんじゃねえぞてめえら。くっそ、普通にボッコボコにやられた普通にボッコボコにやられた。ここはもう諦めるしかないということか。ということはどこへ行けばいいんだ。だってさ、あっちの方向に行ったらあれやん、馬に乗ったボコブリにやられるわけやんってことはもうこの辺から氷を使って渡っていきますか。多分この辺から深くなるんやろ。はっ、ちょ待って、もうちょっとこの辺にも、なんか撃たれてますけど。あ、いける？よかった。沈み寄るかと思った、私。誰かなんか投げてきたよな、さっき。あの馬のボコブリンかな。あ、上がらせて、上がらし、あ、上がってる？今上がってます？お、よかった。これでもう地道に行こう。え、なに今なんか跳ね、魚だ魚。待てよおい。あ、一応泳げるんかここ普通に。はあ、はあはあ、ここ普通に泳げるっぽい。普通に泳げるけど多分あの距離まで行けん。だからとりあえず、よいしょ。あの距離まで泳ぐには多分体力が持たんから、体力っていうか頑張りゲージが持たんから、これで行くしかないよねー。もうこれ私すげー使いまくりよるわ。あっこなんかあるんかな？あっこのちっこい島。なんか岩みたいなのあるよね、一個。なんかすげー意味深じゃない？考えすぎかな。超意味深な気がするんやけど、ちょっと泳いで行ってみよう。あ、でも崖登るよりも泳ぐ方が頑張りゲージ消費するんやね。こっちの方がしんどいんかな。私的には崖を登る方がよっぽどしんどい気がするんやけどそんなことないのか。ほらここ確実になんかありそうやのに別に何もないんやな。おう、うわ、見つかった。コログの実。コログがくれた小さな実。集めたらいいことありそう。ちょっと匂う。ポーチがどんどん臭く。またねー。そんだけ？あ、ごめん。ね、うって言った、うって。こいつの仮面外してやりたいね。ごめんね、頭上に岩を置いちゃって。まさか普通にうってなると思わんくって。でもやっぱ怪しいと思ったら調べてみるべきだね。お、待って、上がらして上がらして。
確実に宝箱あるでしょうって思ったけど、宝箱じゃなくてパログの妖精だったよ。よいしょ。ちょっとずつ確実に。絶対何回も死ぬよりはこっちの方が時間かかってないからな。ね、絶対こっちの方が時間かかってないからな。あ、この辺浅瀬かと思ったんだけど、浅瀬じゃないの。浅瀬だよね。え、立てるでしょ。それでも泳ぐのか、泳がないといけないのか。ちょ、早く立てる場所になってくれないかな。あれ何？あれまたなんか貝？ここからか、歩けるの。これこれこれ、これ貝か。忍びたにし。ゲットー。いや、ゲットーはいいんだけど、あのバツ印何？あ、バツ印。泳いでくる必要あったここ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。